今日の後半から所によっては雪が降り出し強まることも予想されています。山口さん、特に週明け、大雪や吹雪に警戒が必要なんですね。はい、そうなんですよ。明日から明後日にかけて再び冬型気圧配置が強まりそうなんですね。はい、でその様子、天気図をご覧ください。これが明日朝9時の予想天気図になります。まあ、今日北海道に近づいていく低気圧があるんですけれども、この低気圧かなり発達をします。等圧線の間隔が大変狭く、また気圧配置もこちらに高気圧ですね、そしてこちらに低気圧、西高東低、冬型気圧配置が明日強まっていく見込みです。でさらにこの気圧配置は明後日にかけて継続をする見込みでして、昨日来た寒気よりも強いものが日本列島上空に流れ込んでくるということになります。でその結果ですね、天気変化を見ますと、これまず明日です。で明日日本海側を中心に広く雨や雪が降る見込みです。で西日本の太平洋側についても明日の朝にかけて、雨の降るところが出てくる見込みです。でこの後日中以降ですね、強い寒気が流れ込みまして、山陰地方でも雪、北陸以北では積雪がかなりまとまってくる可能性があります。等圧の間隔も大変狭く、風が強いので、雪が降れば吹雪く可能性があります。はい、火曜日の今度は未明以降、近畿地方ですけれども雪雲がですね、北の方からどんどん流れ込みまして、県阪神などでも雪の降る可能性があります。そして火曜日の日中についても引き続き北陸から北のエリアを中心に雪が強まるということが想定されます。でどれぐらいの雪が降るのか、はい、こちらが明日あさっての48時間で予想されるトータルの積雪になります。ご覧の通り黒く塗られているところ、これ2日間で80センチ以上の大雪となる見込みで、山沿いを中心にかなりの大雪が降る見込みです。能登半島など、地震の揺れが強かったところも、多いところでは 2,30 センチぐらい、積もってくる見込みですので、地震によって、損壊している家屋などこの雪の重さで、さらに被害が出る可能性もありますので、雪の降り方を気をつけください。太平洋側でも京都ですとか、大津、奈良などこういった方面でもこの16日の未明ごろから、積雪する可能性があります。最新の動向に十分お気をつけください。場所によっては大雪となるところもありそうです。週明け以降、最新の雪に関する情報もお天気アプリウェザーニュースからぜひご確認ください。